すごいいじめられてみちゃうの、それじゃ違うんですよ、防災地震でしょ。そうで、揺れが激しい。チャンネル総合こんにちは、ナリトチャンネルのナリトです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は視聴者さんからのレコメンドで日本のお笑い動画でアンジャッシュコントヒュータ君を見ていきたいと思います。 KCT さん、他にレコメンドしてくれた皆さんありがとうございます。もしこの動画よかったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ見ていきましょう。 OK, 내동안그리라니용어컴플라인지비사지폰소문진도무지문이기념すいませんでした。今日遅刻してすいませんでした、本当に。ああ、いや、とにかく今回の防災キャンペーンっていうのは、はい、僕とキュータ君のこの会話の間が命だから、はい、音響の君はサンプラーに従ってこのセリフどんどん出してくれればいいから。はい、すいません。ん？どっちがキュータ君なんですかね？見てわかれ。どう見てもこっちだろうな、キュータ君。こっちがキュータ君。うん。ありがとうございます。君が遅刻したおかげでリハの時間ないけど、もうちょっと小学生待たせてから行きます、行きます。オッケー。リハの時間がないと、また。どうもエンタ小学校の皆さん、こんにちは。今回は地震や火事が起きた時、みんなが正しく対処できるために防災キャンペーンに、消防庁からやってまいりました。じゃあ自己紹介します。じゃあ君に名前は？キュータ君です。はい、よろしくお願いします。そして僕の名前が、ね、キュータ君です。キュータ君じゃない、ね、のっけから分かりづらすぎるよね、それじゃね。僕の名前は渡部お兄さん。はい、よろしくお願いします。キュータ君、今からお兄さんが火事の原因についてのクイズ出すから、分かったら答えてね。分かった。じゃあ第1問、料理などで使うもので非常に火事の原因になりやすいものは何ですか？キュータ君です。キュータ君じゃないね。キュータ君が原因じゃまずいんだよね。料理などで使わないもんね、キュータ君は。使うもので何ですか？油。そう、油なんだ。揚げ物なんかしてるときはみんな本当に気をつけた方がいいんだよ。じゃあキュータ君、火事の原因の第2問、タバコを吸う、うん、問題聞いて。早押しじゃないからね。問題聞かせないと。寝ながら絶対してはいけないこととは何でしょうか？タバコを吸う、うん、正解だけど全然新鮮味ないね。お願いしますよ。そう、寝たばこは非常に危険なんだ。だからお父さんに注意するように言ってあげてね。じゃあキュータ君、今目の前で地震や火事が起きたら、キュータ君落ち着いてられる？それともついつい興奮しちゃう？興奮する。そう、これが一番危険なことなんだ。とにかく冷静に行動することが大事なんだ。まず地震が起きたら、みんながいつも普段お尻の下に引いてる防災頭巾を頭からかぶります。わかった。そして揺れが激しい場合は机の下に隠れて机の足を、わかった。わかった。そして火事の場合はハンカチを口に当てて、返事が早い。お兄さんすごい口やかましいみたいじゃん、これじゃあ。その間で来られちゃうと、普段聞いてますからいいですみたいな、ちゃんと聞かせたいのお願いしますよ。はい、じゃあ次はことわざの問題。1秒の注意を怠ったら一生治らないような怪我をするかもしれないので気をつけようっていうことわざあるね。お兄さんに続いて答えて。注意1秒怪我一生。そう、注意1秒怪我一生。これみんな覚えといてね。キュータ君も忘れないで覚えといてられるね。1秒じゃ短いね。聞き流すにしてもっと時間かかるよね。一生覚えといてね。わかった。はい、じゃあキュータ君、今からお兄さんと給食を食べてる時に地震と火事が同時に起きたっていう防災訓練しようね。よし、じゃあ給食を食べる前に言うことあるね。いただきます。そう、よくできました。むしゃむしゃ、おいしい？おいしい。うん、はい、食べ終わりました。食べ終わった後はタバコを吸う。タバコ吸っちゃダメ。何食後の一服決め込んでんの。ダメで、ごちそうさまでしょ。はい、給食の時間終わりました。お、何何？え、地震により給食室より火災発生。キュータ君、地震と火事が同時に起きたよ。こういう時はまず119番通報しよう。あれ、電話が置いてあるはずなんだけど。キュータ君、電話がないとこれ119番通報できないな。電話がないと進まないよこれ。え、メラメラメラ、私は火の妖精。メラメラメラ。火の妖精さんが電話を持ってきてくれた。今の奇跡だよ。絶対ないよ、普段絶対ないよ。119、もしもし、ん、火事ですか救急ですか？キュータ君、火事ですか救急ですか？だってキュータ君です。名前はいいわ。もうそれ伝えなきゃいけないことあるから。火事です。はい、火事の原因は何ですか？キュータ君、火事の原因は渡部お兄さん。渡部お兄さんじゃないよ。お兄さん放火したみたいになっちゃうから。
地震により給食室から火事が出ました。はい、ついてきてください。はい、よし、とにかく給食室落ち着いた方がいいんでね。火事と地震が同時に起きたんだから、あ、頭に被るもあったね。油かぶっちゃダメ。より一層強く燃え下がっちゃうね、今油かぶったら。違うでしょ、キュータ君が普段お尻の下に引いてあるやつでしょ。渡部お兄さん、渡部お兄さんじゃない。お兄さんすごいいじめられてるみたいな。それじゃ違うでしょ、防災付近でしょ。そうで、揺れが激しいから机の下に隠れるんだったよね。一生、一生じゃない。いやだそんな人生、一生机の下なんて。一生じゃないでしょ。1秒じゃ短い。入って出てガンだよ、それじゃ意味ないでしょ。揺れが収まるまででしょ。よし、キュータ君、とにかく落ち着いて逃げようね。キュータ君、キュータ君、あそこに倒れて動けなくなってる女の子がいるよ。いただきます。いただきますじゃない。ものすごいやらしい意味になっちゃう、それだと。いただきますじゃないでしょ、女の子は倒れてんだよ。興奮する、興奮するじゃないって。だから大人に声をかけるんでしょ、こんな時は。キュータ君、今度はあっちに。慌てて走ったもんだから、思いっきり転んで顔面打っちゃった男の子がいるよ。おいしい、おいしいじゃない。芸人さんじゃないんだから、こんな美味しいとかじゃないでしょ。以上です。キュータ君、キュータ君がこんなじゃ、もうみんな笑っちゃってんじゃん、俺たちのこと。美味しくない。はい、アンジャッシュコント、キュータ君でした。どうでしたか、皆さん、見たことがある人いますか？そして見たことない人もいるかと思いますけど、私は見たことなくて、初めて見て、これ本当に面白かった。毎回アンジャッシュのコントはこんな感じの想像してるんですけど、毎回毎回のストーリーが違うので、やっぱり見てそういうのが面白い。そして思うのが、もしこれが本当に学生の前でやってたら、どれぐらい学生や子供たちが喜ぶだろうと思いますけど、皆さん大好きかと思います。学生、特に子供、ちっちゃい子供たちがそういうのが好きでしょうね。私でもこんなアンジャッシュみたいなお笑いコンセプト、このユニークネスがすごい感心していて、カンボジアでももしこんなアンジャッシュみたいなお笑いさんがいたらなと思います。はい、皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。新しいお笑い動画送ってください。そしてまた新しい動画でお会いしましょう。チュブリブリー。